はい、こんにちは、エニグマです。あんまり言語学っぽくない講義 A の第10回をやっていきます。第10回第10章語意的縮小1はじめに、前回前々回と概念とは何かという話をした。結論としては、概念は、使用のたびに、その場の文脈や目的に応じて、百科事典的知識から内容が作業記憶に構築されるということだった。こう言うと、毎回ゼロから作られるような感じだが、材料は、長期記憶に蓄えられている。 長期記憶が百科事典のようなものだとするとその各項目の中身は次のようになっていると考えられる1.1記憶の中にある概念上のアドレスに託は得られている可能性のある情報今日は一旦バーサローの考えから離れて関連性理論の話をする関連性理論は記憶の中にある概念上のアドレスに託は得られている可能性のある情報が3種類に分けられると考えているアドレスというのは頭の中の番地だと思ってください1ご意的記載者 XI カルエンター Y 5そのものに関する情報です 発音、品詞、語形変化などを含む、例名 N、K、O、概念に対応する自然言語の対応もの、概念を表す語訳です。百科事典の見出しのようなものです。5と、概念上のアドレスを結びつけ、下の2つにアクセスする、語彙化されていない概念の場合は、この記載が空です。2、論理的記載ロジカルエンター Y その概念が、構成要素となっている論理形式に適用される演繹規則、推論規則、意味交旋の集合です。必ず成り立つものだけです。 例猫や印動物論理的記載は、規模が小さく、有限で、人や、時によっての変化が少ない。コムピューテーシャナル、バチェラーへのような子の場合は、概念の定義であるかもしれないし、固有名詞の場合は空っぽかもしれない。黄色、や、猫、などはその中間です。3. 百科事典的記載エンクワイクロピーリックエンター Y 概念の例となるものこと特性に関する情報です。例猫、猫の外観、仕草、特定の猫に関する思い出、猫に関する好き嫌い、猫に関する科学的知識などなどです。 演疫規則を減る可能性のある想定就効という意味でレグラサンテーシャナル。人によって様々です。最小限度最大限度はない。固有名詞の場合も、こちらはある。接続詞のアンなんかは、こちらが空っぽかもしれない。これらの情報と、その場の文脈目的、そして関連性の原理に導かれた推論によってアドホック概念が作られる。アドホック概念の作り方の一つのパターンが、次の語彙的縮小です。 1.2語意的縮小という現象ここから、語意語用論の具体的な議論に入っていく。語意語用論は、語が符号化している意味と、発話の中で、その語が表現している意味のギャップが、どのように埋められるのかを考える。最初に扱う検証は、語意的縮小です。語意的縮小という現象自体は単純です。1のみに行こう。 液体を摂取する、矢印、酒を飲む、飲むというのは、不合化している意味としては、液体を口から体内に摂取するとでも言い換えられるようなことだが、1が発話された場合、多くの場合、酒を飲むということを、わしゃわいとしている。だから、1の聞き手が、2、ねえ、いい店知ってるよ。 酒のでない喫茶店へ矢印コミュニケーション失敗と言って酒のでない喫茶店に連れて行ったらコミュニケーションが成功しているとは言えないこの場合飲みで伝達された概念の表す範囲は飲みで不合化された概念の表せる範囲よりも狭いこういうことをご一的縮小という飲みに行くは多くの場合酒を飲みに行くことを表すので飲みに行くが関与区として酒を飲みに行くを不合化していると考える立場もただ3砂漠で彷徨っている時に井戸を見つけたよ早く飲みに行こう 液体を摂取する、矢印、水を飲む、これだったら、酒を飲みに行くとは解釈し、それに、この場合は、水を飲みに行くという風に解釈しない、とコミュニケーション成功とは言えないし、水を飲みに行くという、意味の飲みに行くという寛用句があるとは考えられないから、語彙的縮小という現象を否定すること。さらに、四花子、お友達の二郎さんは、主語なんですって タロ、リキンでの、見ますよ、液体を摂取する、矢印、酒をたくさん飲む、サタノブ2005、この場合、飲むが、人へに酒を飲むに、縮小しているのではなく、さらに縮小して、酒をたくさん飲むという概念が伝達されている。これは、教科書の1を日本語にした例です。他の例は、教科書を見てみよう。2、もう Y is a working m o t e r 少しでも、仕事をしている、何歳であれ、子供のいる女性、矢印、小さい子供を、養育するための賃金を得るために、かなり仕事をしている女性をキングマザーは、不合化された意味としては、働く母。 フルタイムであれ、パートタイムであれ、あるいは家の家事であれ働いていて、子供が何歳であれ、少なくとも一人いる女性であればワーキングマザー。ただ、普通は、もっと縮小して、子供は、独立してなくて、まだ幼くて、その子供を養うために、会社などで働いて、賃金を得ている母親、を意味する。これには、明らかにステレオタイプが関わっている。 しかしいつもステレオタイプに縮小するというわけでもなく5チャーチルは税満人間のオス矢印かの男の中の男この場合にはもちろん文脈によるのだがある文脈ではイギリスの元首相チャーチルは男の中の男だつまりステレオタイプではなく理想的な男性の方に縮小している3 I have a temperature 絶対0度ではない矢印体温が平熱よりも高いこれも典型的な体温つまり平熱ではないし理想的な温度でもない 指義通りの解釈、話し手が絶対0度ではない、でもない。伝達された意味は平熱よりも高い体温だということ。こういうのが語彙的縮小という現象です。語彙的縮小という現象を認定するには語によって不合化された意味と伝達された意味の両方が明らかでなければならない。不合化された意味が何かというのは理論による関連性理論の人が不合化された意味と考えるものもプロトタイプ理論を語の意味論として採用する立場であれば不合化された意味として認めないかもしれない。 また、伝達された意味は、作例なら確定できるが、実例では、そうではない。例えば、ポチというトイプードルの犬がいるとして、コポチは犬だ。疑問符。犬、矢印、トイプードル。これの、犬が、言語表現として、プードル、トイプードルに置き換えても、文の心理値が変わらないからといって、これだけを根拠に、語彙的縮小とは言えない。 ドルやトイプードルと解釈しないとコミュニケーションが成功とは言えない場合にだけ語彙的縮小と言えるさて語彙的縮小について語彙論の理論が説明しなければならないことは何か91聞き手は何をきっかけに語彙的縮小という処理をするのかどのように縮小の程度方向性を正しく判断するのかこれは語彙論の理論が説明しなければならない一般的な問い聞き手はどのようにして話し手の意味を推論するのかの特殊ケースです さらに、七章の明示的意味と、非明示的意味の区別に関連して、急に縮小した意味は、話しての明示的意味か非明示的意味か というのもはっきりさせなければならない。グライスの理論を忠実に受け継ぐと、縮小は指示対象付与でも一義化でもないので、ワットイズセットには関わらず、非明示的な意味ということになるけれども、縮小は多くの場合、文の心理条件に関わるので、明示的な意味だと考えられる。例えば、には、メアリーが子供はいるが、もう独立していて、暇つぶしのためにたまに、パートで働いている場合、語彙的縮小をしない解釈では真だが、ステレオタイプに縮小した場合には偽です。発話の心理条件に関係するのは、明示的な意味です。 もう一つ、以上と関連するが、少し違う角度から、次のような問いも考えられる。1.35と、概念の対応関係。スパーバー・オング・ドルーィ・アウーソング 1998. ここでは、アドホック概念より、前の段階に戻って、ある程度安定した何らかの心的表彰という意味で、概念を用いる。Q35 の数と概念の数、どちらが多いか ?Q4 心的概念と、パブリックな語の対応関係は、どうなっているのかパブリックというのは、言語共同体に共有されているくらいの意味です。 相対応関係は網羅的かつまり、すべての概念に対応する語があり、すべての語に対応する概念があるのか 網羅的ではないだろうということは、前々回にあった。英語に、おじおば、にあたる語がないとか、あと、全概念、プロコンセプトを表す語 m y とかは、対応する概念がないことになる。ただ、アドホック概念という考えを認めるなら、すべての語は、全概念を表す語と、同じように振る舞う。つまり、使われるたびに、その場で、調整を受けることになる。例えば、オープンという英語の単語を考えよう、開けるということは、いろいろな種類がある。 物理的なものに限っても、6、オープンワイヤーはマスゾドウインダボタルブックソイル。すべてオープンだが、同じ概念に対応しているとは言い難い。 確かに、オープンは、抽象的な、開ける、という概念を、符号化していると考えることもできるが、その抽象的な概念のままでは、コミュニケーションができないので、ご用論的な推論によってアドホックにオープンの概念を構築する必要があると思われる。この考えに反論して、オープンの目的ごとの組み合わせによって色々なオープンが符号化されているのだという人がいるかもしれないが、7、オープンザボトル。 これでも、キャップを回して外すのか、線抜きで外すのか、コルクをコルク抜きで外すのか、シャンパンみたいにポンと外すのかなどいろいろあるので、オープンザボトルと言語表現を特定化するだけでは、コミュニケーションに十分なだけ特定的な概念が複合化されているとは考えられない。オープンや他の多くの語は、無限に多くの概念を伝えるのに使うことができるので、それらが全部心的辞書に登録されているとは考えられないし、目的ごとの組み合わせで登録されているとも考えられない。 Q4E5 と概念の対応関係が網羅的でなく部分的なら対応もののない語があるのか対応もののない概念があるのかその両方なのか愛、愛、愛対応ものがあるものの対応関係は1つ1、1対多、立つ1、これらの混合か可能性1自然言語は思考の唯一の媒体語と概念は全て1、1対応。これは極端。そもそも敗者と視界のような同義語があるから1、1ではない。また、バンクのような同音義語もある。可能性に個人の単一の 心的な概念インディビジュアルメンタルコンサプツは存在しない後に対応する概念的対応ものはないという考え。これも極端です。インディビジュアルはパブリックと対比されているようなので、個人のでいいと思うが、後に出てくるインディビジュアルコンサプツは複合的でない概念という意味だろう。これについては1分しか書いてないので、どちらかよくわからない。現実的なのは次の3つの可能性です。 可能性3個点的理論ほとんどすべての単一概念インディビジュアルコンサプツは語位化しているが多くの語が複合化しているのは単一概念ではなく複合的な概念構造例バチェラーだ従って5の方が単一概念より多く対応関係は多くの語が単一概念に対応していない点で部分的だこれは概念の古典的理論の考え キルは、コーズトゥビカムノットアライブという複合的な神的表現を符号化している。どうやらスパーバーウィルソン1998はこれをコンセプトとは読んでいない。コーズやビカム、ノット、アライブなどはこれ以上分解できない原始的概念を符号化しているかもしれないが、他の大部分の語は複合的概念表現を符号化している。可能性4フォーダー説体体において、1対1の対応がある。 本当の同義語、同音異義語、語以化していない概念、概念を符号化しない語は全て比較的稀だ。また複合語は複合的な概念を符号化している。可能性3はフォーダーが批判している。 前々回やったように妥当な定義というのはバチェラーのような例外的な語を除いて見つけられないのだった。ここからフォーダーはほとんどの語は分解不可能な心的原子要素に対応していると考えた。心理実験の結果定義ができるバチェラーをもそう考えるのだった。ここからは関連性理論は同意しないがこのことからコミュニケーションに使われる文の構造とそれが伝える心的なメッセージの構造はかなり近いと考えるフォーダー1975。 この考えをスパーバーウィルソン1998-34はコードモデルに基づいた説だと批判している。 というのも、コードモデルでは、8コードモデルの考え、思考の伝達は、それと内容が同一である文を発話することによって達成することができる。実際、多くの場合は、その文そのものは発話されず、語用論的推論による近道をすることで、同一の内容にたどり着ける文を発話すると考える。コードモデルを取る場合、言語の意味論的資源は、伝達できるあらゆる思考を、符号化できるほど豊かでなければならない。ほとんどの概念は、語によって、符号化されていなければならないし、落ちを場のような語以下していない概念はあるにせよ、 アンクロはととといいううで、符号化されれて伝えられるということになる。こになだから可能性4ということになる。しかし、先ほどのオープンについての例が示すように、可能性4は取りにくい。オープンのような場合を許容するのは可能性5です。可能性5関連性理論の説概念の目録のうち、ほんの一部だけが語彙化していて、ほとんどの概念には対応する語がない。主にこの理由で、対応は部分的だ。この立場では語彙化していないけれども、安定していて、かつ言葉で表現できるような概念がたくさんあるということになる。 オープンオークの概念もそういうことになる。これは前回やったバーサローの考え、毎回概念が作られるというのとは厳密には違うが、他の可能性の路線よりはバーサローに近い。また、スパーバーウィルソンはそうやって作られた概念が長期記憶に登録されることが1日数回とか結構な頻度であるのではないかと言っている。 そういった概念の多くは、独自のアドレスを持ってオープンとか規制の語に結びついて、もはやアドホック概念ではなくなる。このことは、個人の頭で起こることで、これが、言語共同体のみんなの頭で起こって、規制の語の意味が増えるかどうかは別問題です。また、みんなの頭の中に新しく確立した概念が、どれだけ一致しているかも別問題です。 ニレビンソンによる縮小の説明米印レビンソン2000は翻訳が出ているので、ここはほとんど省略。クイズや印この文から、語彙的縮小を見つけよう。語彙的縮小に関して、シングライス学派のレビンソンの説が書いてあるが、これは翻訳も出ているので飛ばす。ちなみに、今の翻訳も語彙的縮小です。わかった ?19876543210。19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 答え、翻訳は日本語訳に縮小していた。デビンソンのプレザムプティブミーニングズは英語以外の何語かに訳されているという風に受け取られたらコミュニケーションが成功したとは言えない。日本語訳が出ているという風に解釈して初めてデビンソンの本は日本語訳が出ている。 から矢印受講生が、デビンソンの説を詳しく知りたかったら、本の日本語訳から簡単に知ることができる。だから矢印この説を飛ばすことは、正当なことだ。というような認知効果が得られる。日本語以外の何語かの訳が出ているという解釈では、このような認知効果は得られない。デビンソンは、語用論の研究者だが、ンチ関連性理論の人です。語彙的縮小に関する説明では、P-163 の情報提供の原理というのを使っている。もっともこれは、語彙的縮小以外にも使われる説明です。 情報提供の原理は、発話解釈にあたって、特にやらない理由がなかったらデフォルトでやる推理論の一つで、聞き手は、話し手により明示的に、意図された意味と判断するまで、最も特定的な解釈、つまり、縮小した解釈を見つけて、話し手の発話の情報内容を増幅せよというものです。この結果、愛推移が得られる。ここで、問題となるのは、9語ある解釈が、話し手に明示的に、意図された意味、だと、どうやって、判断するのか この説明がないと、基調の空論だが、教科書によると、レヴィンソンは説明していない。また、レヴィンソンは、旧水位と比較すると、この愛水位は足したようであり、おそらく、実際にこれらの水論を導く手順は、一つ一つが著しく異なっている。従って、次のような主張になる。同じアルゴリズムで、この広範囲の水論を計算しているのではなく、その水論を認可する、支配的な原理が、一つだけ存在する。b 1 5 1これも、手順、一つ一つの説明がないと、基調の空論です。 情報提供の原理よりも詳細なものとして情報の発見も作法、単純に表現されたことはステレオタイプの例となるがある。 これを使えば、旧太郎はペットを飼っている。犬や猫の場合、ペットと単純に表現されたのだから、犬や猫であって、象や雲ではないだろうと解釈することが説明できるが、3のように単純に、バードと表現された場合でも、鳥が庭に来た場合、鳥かごを開けた場合、クリスマスに食べた場合など文脈によって、いろいろな鳥に縮小するということが説明できない。また、縮小した意味は、デビンソンの理論だと、スイートなってしまうが、語彙的縮小は心理条件に関わるので、明示的意味と考える必要がありそうです。 最後に、レビンソンに限らず、これまでの語彙的縮小に関する説の問題として、縮小、禁止表現、引誘などがバラバラに説明されていたということがある。ただ、現象を見ると、これらの現象は連続しているように思えるので、統一的に扱えるのが望ましい。3語彙的縮小への関連性理論的アプローチでは、いよいよ関連性理論の説明をやります。まず、語彙的縮小の例ではないのだが、よりわかりやすくて、語彙的縮小と同じような説明が当てはまる例からやります。 10. 大学図書館のトイレで、あなた、ロングタイムのシーを久しぶり。友人、I've been here all week. 私は、一週間ずっとここにいます。トイレ、図書館、大学、この街、この国、地球、ヒアー、ここの指示対象不要どうするか。 友人がいる場所ということなのだが、具体的にはどこだろうかいろいろな可能性がある、トイレに一週間立てこもっているのかもしれないし、トイレからは出るが、図書館からは一歩も出ていないのかもしれない。図書館からも出たが、大学から一歩も出ていないのかもしれない。図書館ではなくて、この町、この国、地球から一歩も出ていないということかもしれない。 ヒアーの解釈によって10の心理条件が変わってくる。心理条件が変わるということは、明示的な意味が変わるということだから、民意が変わる。教科書に、表出命題という表現が出てくるが、ここでは、民意と解釈しておいてよい。民意と表出命題の違いは、12章でやる。そして、ここで重要なのは、ヒアーの解釈によって、安易認知効果にも影響があるということです。例えば、大学と解釈した場合、大学、矢印1週間下に帰っていないだろうという認知効果が得られる。 図書館だったら矢印それに加えて一週間シャワーも浴びていないだろう図書館と解釈した場合一週間か家に帰っていないばかりかシャワーも浴びていないだろうという認知効果が得られるトイレだったら矢印それに加えて一週間食事もしていないだろうもし図書館にカフェテリアがあって食事ができる場合にトイレと解釈したのであれば一週間家に帰っていないしシャワーも浴びていないしさらに何も食べていないだろうということが認知効果として得られる ヒアーについて、物理的に縮小した解釈をするほど認知効果も大きくなる。教科書の図10.2のグラフはこのことを表している。感の良い人にはこれ以上説明する必要がないかもしれないが、96なぜ物理的に縮小した解釈をするのか聞き手が初話解釈で物理的に縮小した解釈をするのは認知効果を高めるためです。認知効果が高いほど関連性は高くなるので、結局、関連性の期待を満たすというのが物理的な縮小のきっかけです。後で詳しくやるが、語彙的縮小も同様です。 97どのように縮小した解釈をするのか次にどういう方向に縮小するか語彙的縮小をする場合もしない場合も聞き手は8関連性理論による解釈の手順に従って解釈をするのでアクセスしやすい順序で解釈を吟味することになる。従ってアクセスしやすい方向で縮小するということになる。飲むが酒を飲むに縮小するのか水を飲むに縮小するのかはアクセスしやすい方ということです。 砂漠で水を求めて彷徨っているのなら、当然水を飲む方がアクセスしやすい。98どこまで縮小した解釈をするのかそして、語彙的縮小の程度の問題がある。飲むが、酒を飲む、なのか、酒をたくさん飲む、まで縮小するのか。これは、発話によって生じた関連性の期待を満たすまでということです。4の、花子は、次郎が主語かどうか知りたい。 だから太郎の言った、飲みますよー。水を飲むなどではなく先を飲むの方向で解釈する。縮小の程度は主語かどうかを知りたいので、先をたくさん飲む、にまで縮小して解釈する。冷やの例について縮小すればするほどいいというわけではない。一週間一歩も動いていないというのは、もし本当だったらすごく認知効果が高いが、そもそも本当じゃなかったら認知効果がないので、本当と思われる範囲で縮小する。1、C、ピーター、入院しているオーバーを見舞いに行こう。メアリー、I have a temperature。私は熱があります。 ステレオタイプ的な解釈、メアリーは平熱がある。テンペラチャー、体温は普通、つまりステレオタイプ的には平熱だが、これでは、ピーターは期待した認知効果は得られないので、この解釈は取らない。また、縮小しない解釈、メアリーは絶対レ度ドではない、という解釈も、儀ではないが、これも期待した関連性がない。メアリーがピーターに、お前、絶対レ度ドだろ、と言われて、それに反論して1、C を言ったのであれば、絶対レ度ドではない、という解釈で良いだろう。 しかし、ピーターは、お見舞いに行くという誘いに対する答えを期待しているし、メアリーはいつでも絶対レードではないということは知っているので、絶対レードではないという解釈は、ピーターが発話に、注意を向けるに、値するほど関連性があるとは言えないし、どんな認知効果が得られるのかも不明です。当然、御用論的推論が必要なわけだが、可能性としては、語彙的縮小以外にもあるかもしれない。しかし、この場面では、体温、病院に見舞いに行くこと、この2つの関係は、ピーターにとって、とてもアクセスしやすい。 だから、これらの百科事典的記載内容から、派生したコンテクスト的想定として、11高熱がある人が見舞いに行くのは好ましくない、が呼び出される。これに、メアリーの発話のミーとして、12ミー、メアリーは高熱がある、を組み合わせれば、13案ンイ、メアリーが見舞いに行くのは好ましくない、という案ンが得られ、これで、ピーターの関連性の期待が満たされるので、テンペラチャーを高熱へと縮小して解釈する。ここでは、相互調整が行われている。 ピーターはメアリーを見舞いに誘っているのだから、13のコンテクスト的が安易はピーターの関連性の期待を満たす。これを得るために、ミーのレベルで、テンペラチャーを見舞いに行くのにふさわしくないほどの高熱と縮小する。ミーを先に出して、次のステップとして暗易を出すという流れ作業ではない。 一つの発話の解釈のコンテクスト的想定、民意、安易、それぞれを相互調整して、全体として、次の熱の条件を満足する形で解釈を行うということ。条件 A 選ばれたコンテクスト的想定と民意が一緒になって安易を導き出すこと。条件 B 聞き手の関連性の期待を満たすのに十分な安易、すなわち認知効果が存在すること。どの程度の高熱と解釈するかは、認知効果との兼ね合いで、おばの見舞いに行くのにふさわしくないほど、と解釈することになる。これは、もちろん場面による。 9937.0度の微熱が含まれるかおばの病気が大したことなくて、病院が遠くて、天気が悪かったら含まれるだろうし、おばと会えるチャンスはおそらく今日が最後で、病院はすぐ近くで、天気もいいのだったら、微熱よりも高い熱と解釈するだろう。 符号化された意味のままでは、関連性の期待が満たされない時には、語彙的縮小はいつでも起こり得て、概念の縮小は、ほぼ全ての発話の解釈に起こるとまで、教科書には書いてある。我々は、言葉で説明するとかなり複雑なことを、ほとんどの場合は、軽々とうまくやっている。このことの意義は、次の節に書いてある。4関連性と、アドホック概念中4従来の概念間、人間の持つ概念は有限であり、その概念の一つ一つは、何らかの語の符号化された意味である。 教科書は、この概念管は、コードモデルでコミュニケーションを考えていた頃の考え方だと言っている。私のイメージだと、この概念管を例えるなら、言語を話す人は、頭の中に、レゴブロックのような感じで、概念を持っている。で、それぞれには、キャットとかバードとかイートとかラベルがついている。文法は、そのブロックの組み合わせ方のインストラクションです。 発話者はどのブロックをどう組み合わせるかの設計図を発話でコード化する。聞き手は設計図をデコードして頭の中でブロックを組み合わせる。この場合はレゴブロックで組み立てたものそのものが話し手が伝えたかったものです。こういうコードモデルでは人間のコミュニケーションは説明できず推論モデルにしないといけないというのは以前やった通りです。アドホック概念についてやる前の推論モデルのコミュニケーションのイメージはこんな感じかもしれない。話し手は頭の中にメッセージを持っている。 例えば、家の猫が鳥を捕まえて食べたという場面です。これが伝えたいことです。話し手は、それを概念というレゴブロックで表現する。ただ、今度の例えでは、レゴブロックそのものは、話し手が伝えたかったものではなくて、その模型です。模型は、もともと話し手が持っているメッセージそのものではなく、かなり抽象的です。そして、そのレゴブロックでの模型の作り方が文法です。先ほど同様、設計図に指摘き手に渡す。 聞き手は、デゴブロックでの模型の作り方を解読して、頭の中でデゴブロックを組み立てる。設計図は、結構いい加減で推論しないと、明示的意味を組み立てられない。そして、模型とコンテクスト的想定を組み合わせて、もともと話手が持っていたメッセージを想像する。そして、なぜこんな模型を渡したのかも推論する。しかし、このモデルでも、まだ言語コミュニケーションの実態からかけ離れているということが、今回の議論で分かった。概念は、デゴブロックではない。今回やったように、ある概念が使われるたびに、百科事典的知識化。 から概念の内容が構築されるデゴブロックのイメージを忘れるために p 91戻って概念上のアドレスを思い出そう頭の中にあるのはデゴブロックがたくさん入ったバケツではなく例えとしては google で web を検索する状況を思い浮かべるのがいいかもしれない自分の百科事典的知識がワールドワイド web ですで例えば大阪大学と聞くと google で大阪大学を検索した時のように大阪大学に関する情報が表面に上がってくる感じです では、アドホック概念がどう構築されるのか具体例で考えよう。3、D、アットクリスマス、ザバードはズデリシャス、クリスマスに鳥が美味しかった、直感的に言って、このバードは七面鳥です。 日本だったらフライドチキンだが、英語なので、七面鳥ということにしておこう。アドホック概念は、アステリスクをつけて表す。ワードとなる。これには、ペンギンやダチョウは、もちろん、いわゆるプロトタイプ的な鳥であるロビンやスズメも入らない。百科事典的記載内容は、このように、範囲が狭まっているだけでなく、中身も、クリスマスに食べる鳥に関しての典型的な想定しかない。七面鳥がどういう生態でとか、厳密には、恐竜に含まれるとかいった進化に関する想定は含まれない。 ここで90どのようにしてバードが縮小して解釈されるのかお説明する必要があるアドホック概念という説明の仕方を取れた場ではこの問いは次のように言い換えられる91聞き手はどのようにしてバードの論理的記載内容百科事典的記載内容を構築するのか名詞を動詞として臨時に使うような品種転換の場合以外は語彙的記載内容単語の発音表記はもう決まっているが他はアドホック概念なので最初は決まっていない それを聞き手は構築しないと発話解釈が終わらない。聞き手の方向性としては、バードに符号化された概念バードの百科事典的記載内容を元にしたコンテクスト的想定を使って、その場で期待される認知効果のレベルタイプを引き出そうとする。バードからアクセスできる百科事典的想定は、鳥を使った料理以外にも、生態や進化に関するものなどいろいろあるが、どれを最初に発話解釈に使うか。これは P。 80の関連性理論による解釈の手順に従うので、アクセスしやすいものから、認知効果は手に入れるまで何が出てくるかわからないから、効果の点では関連性の高さは最初は不透明だが、最初から処理労力の点ではわかっていることがある。アクセスしやすい想定を使う方が労力はかからない。だから、効果が明らかになる前の段階では、まずはアクセスしやすいものから試すのが最適の関連性を期待する聞き手としては、真っ当なやり方です。 では、どの百科事典的想定がアクセスしやすいか。これは概念上のアドレスが書いてあった P91 に書いてあった記憶の活性化拡散モデルが使える。活性化拡散というのは P91 にあるように近接する概念に活性化が拡散することで、私の理解では Google で検索した時にスクロールして画面の最後にある00に関連する検索キーワードのような感じ。 例えば、大阪大学で検索すると、大阪大学に関連する検索キーワードを大阪大学偏差値、大阪大学コーン、大阪大学図書館、大阪大学生況、大阪大学合格発表、大阪大学薬学部などが出てくる。 こんな感じで、大阪大学と聞くと関連する概念も活性化する。3D の例では、クリスマスと聞いて活性化しているバードの中のクリスマスに関する百科事典的想定がアクセスしやすくなっている。イギリスでは、コマドリ、ターキー、ガチョウが鳥の中でもクリスマスと聞いて活性化するそうだ。 さらにデリシャスと聞くことでバードの中で食用の鳥が活性化してアクセスしやすくなっているこれは先ほどの Google 検索モデルが当てはまる皆さん Google でバードと入れて検索してみましょうすると一番上に Wikipedia のバードが出てくる鳥に関するあらゆることが載っている一方バードクリスマスデリシャスで画像検索してみましょう 焼いた七面鳥の画像ばかりが出てくる。このような感じで縮小する。また、今回は、前後の文脈がないが、聞き手の認知効果への期待も、何がアクセスしやすくなるかに、影響を与える。認知効果を生み出す可能性がある想定が、アクセスしやすくなっている。 先ほどの例えを続けると、バードクリスマスデリシャスをレシピが見たくて、検索した人なら、検索結果の中からレシピがすぐに目に留まるということ。このようにして、バードが構築される。そして、バードを、ミーの構成要素として、バードの百科事典的記載をコンテクスト的想定として、関連性の期待が満たされるとを聞き手は試す。満たされたら、このバードで良いと受け入れる。参考文献査田信俊し2005。